皆さんこんにちは。将棋ニュース速報をご視聴いただきありがとうございます。今回は第36期竜王戦7番勝負第2局、藤井聡太竜王対伊藤匠七段の藤井マジックを解説していきたいと思います。本局は伊藤七段が藤井八冠に対してなんと角のただ捨ての勝負手でプロを驚かせていた中、藤井八冠はさらなる絶妙手、もう鈴木大輔九段もこれには度肝を抜かれましたと言わしめる素晴らしい指し回しを見せていきます。こんなのありえないとプロの中でも言われた手なんですが、実際伊藤七段も迷っていたようなまさに藤井マジックを放出させる一手になっていますので、こちらをお二人の雰囲気とともに初心者の方にも分かるよう解説していきたいと思います。解説者は将棋ウォーズ7段のシガーです。それでは参りましょう。今回は先手番が藤井聡太竜王、そして後手番が伊藤匠七段となりました。まず現局面は封じ手の局面となっていまして、ここで1日目伊藤匠七段が封じ手となったわけなんですが、この翌日、本日に指された手は3七歩成という手でありました。この一手というのはまさに盤上これしかないというようなところで、まだ現状3六に歩がいるわけなんですけれども、桂取りに打った歩が取られそうな局面になっていますので、まずはさすがにこれは3七歩成と指すところと、そのような展開でありました。以下同金に対しまして、問題はここで伊藤匠七段がどのように指すかという場面になっています。私は先日のところですと、3三歩という手を予想していまして、対して AI の最善手は3三金など、ここで様々、例えば3五歩と打つような手もありますし、これらは全て次に先手からしますと3六桂打ちという手がありますので、それを防ぐために、この銀取りを間接的にどう受けるかという場面になっているんですが、本譜は実戦ここで伊藤七段が指したのは3三歩という手でありました。以下8五角成と指していきまして、現局面というのは藤井聡太竜王の方が勝率 60% 程度となっています。やはりこの先手からすれば8五の馬がかなり手厚い状況となっていますので、駒の損得はないんですけれども、馬を作っている分だけ先手の方が指しやすいといった見解であります。以下4二飛車と引いていく手に対して7四歩、そしてここで伊藤七段は金を寄っていってもよかったんですけれども、勝負手気味に7六歩と突いて攻めていきます。この一手というのは次に7五馬と取られるような展開がありますので、例えば6三金と寄ったらそこで7五馬と取られて、これで形よく、拠点を取られてしまうというのはちょっと後手からすれば尺だったかなと思います。ですので本譜はこの手に対しまして、であれば先に突いてしまおう、ここで形悪く取らせてから金を逃げてしまえばいいというところで、7六と突いていくんですが、本譜はこの手に対しまして藤井竜王も当然読んでいましたと言わんばかりに7三歩成と攻め合いに行きます。以下7七歩成と取られて、ちょっとどちらで取るか迷いそうなところなんですが、同型ですと桂馬の頭が丸いといったところがありますので、馬をどかされた後に7六歩と打たれる形はちょっと嫌かもしれません。ですので本譜は同金と応じていきます。意外とこの形が悪形に見えて、実戦ではかなり飛車の横利きが通っているところになりますので、本譜はこれ以降の展開というのは藤井竜王の方が非常にうまく指していたかなと思います。そして2つ目のハイライトはこちら。現局面は先ほどから数手進みまして、伊藤匠七段が3九角と打って、2八の飛車に働きかけたといった場面になるんですが、その後に5八飛車と回ってさらに4九銀と追い打ちをかけた場面となっています。この現局面で藤井聡太竜王からすれば、この飛車をどこに逃げるのかという課題がありました。例えば一例ですと、まず1八に飛車を逃げていくような手も考えられますし、また変えてこちらに飛車を逃げていくような手もあるかもしれません。どちらに逃げましても、例えば1八飛車に5七角成で、これで一時的に王手銀取りがかかってしまうんですが、一応6八桂と、こちらに桂馬を打って受けることができますので、このように指しておけば、先手の藤井竜王というのも、まずまずの展開でありました。ただ実戦は、ここで飛車を逃げていったのは、6八飛車というこちらになります。あえて自らこの関節王手飛車の位置に飛車を逃げていくということで、これにはプロの控室の方々もなぜここに逃げたんだと、少し話題となっていました。ですが評価値的には実はこの一手というのも自然なところでありまして、以下5七角成に対して4七金と進んでいきます。この後にトッププロの先生方が控室でどんどん盤を挟んで検討していくんですけれども、いやーなるほどな、これに対しては6八馬と当然飛車を取っていくわけなんですが、同玉と取った形が先ほどの形、これ7七金という形悪く取らされてしまったようなんですけれども、どんどん金が上部に行っていますので、この形でさらに7七玉という形になれば入玉が見えてくるということで、このような壮大なストーリーというのを作っての藤井竜王の指し回し、まさに点と線をつなぐようなところでありますので、これには歴代の名人を取られたような方々、谷川浩司十七世名人なども、い
や感動というようなところでありました。以下本譜はこれに対しまして伊藤七段は8四歩と打っていきます。ですがその手に対しましては藤井竜王がさらに過激な手順で攻めていきまして、それが4一金という手。これはまあ王手飛車取りというところなんですけれども、冷静ですとまあ普通は同馬と取ったりであるとか、あるいは7四馬という手が上がっていましたので、ここでいきなりの4一金というのはまあなかなか指しづらいものかなと思います。まあ、パッと見ではちょっとよく意味がわからなさそうなんですが、以下同飛車同馬に対して同玉、そこで6一飛車と下ろしていくのが藤井竜王の狙い で、これ以下5一桂と合駒をしていきます。もし仮に合駒をしなければ4二玉というような展開になるんですが、ただこれに対しましては例えば4四桂と打っていくような手であるとか、あるいは5一角と打っていくような王手様々ありますので、まあ、ここであえて合駒をさせて7四角そして3一玉に対して5一飛成と進んでいけば、依然として先手先手で王手をかけながらいつの間にかこの7四の角も8五の地点に利かして、まあこれ攻防手になっておりますので、こういった展開を見せてからの最後7七玉という手順がまさに藤井竜というようなところでありました。そして3つ目のハイライトがこちら。現局面は先ほどの局面からさらに数手進んでいきまして、藤井聡太竜王は角を取られてしまったんですけれども、代わりとしまして玉をどんどん上部にやはり脱出していきまして、7五玉と上がる形になりました。ここで伊藤匠七段からすれば、まあ、何か、もう手がなければどんどん入玉になっていきますので、これまでかと思われた場面だったんですけれども、この次の放っていった手がまあ非常に驚愕の一手でありました。それがなんと架空の正す手、6六角という手であります。実戦ではこの一手というのが伊藤匠七段もう本当に大長考で進んで、最後持ち時間がもう1分将棋になるまで考え抜かれて指された手なんですが、これを指した途端にアベマの解説鈴木大輔九段は、いやこんな手があるんですか、凄まじいですねと、まあ、そのような表情をなされていました。これ果たしてどういう意味なのかと言いますと、狙いは同玉と取らせていきます。例えば玉を上に上がっていくと、これは金がタダで取れる格好でありますので、まあ、後手も面白いといったところであります。ですので、まあ、玉で当然応じていくというのが自然になるんですが、そこでさらなる狙いは8四角と逆サイドから角を放っていく手です。これで例えば歩を合駒したら、そこで一度6五歩と、まあ、歩を取っていきまして、同金と取っていく形は同銀から、これで同玉でも同銀でも7五の地点の利きが1枚減っていますので、例えば銀でも7五飛成と取ることができますし、玉で応じてもこれは7五飛成までの詰みという形になります。ですので、まあ、同銀と応じて、そこで7三角まで指されてみるとなるほどといったところなんですが、これが次に5五角や5五銀という、まあ、王手を狙いつつ、そして5一の竜取りになっています。まあ、一時的にこれ27桂というのが銀取りになっているんですが、この3五桂と飛ばせる間にもう一瞬のうちに寄せてしまおうというのが伊藤匠七段のこの寄せの構図で、いやさすがのこれは若手棋士だなというところであります。ですが実戦この次に指された手というのもまさに凄まじいところで、本局藤井聡太竜王の藤井マジックと言われるような一手でありました。それがまさかの6七玉という手であります。このあえて自ら玉が危ないところに逃げていくというのが、まあ、相手が一分将棋だったからというのもあるかもしれないんですが、これには伊藤匠七段もかなり迷ったような様子で、アベマの解説鈴木大輔九段は、こっちに玉を逃げたんですか、そんな手がありえるんですかと、まあ、非常に驚いた様子でありました。以下ですけれども、まあ、例えば6九飛成と、まあ、なっていきますと、これは6八金と埋めていきまして、意外にも先手玉は大丈夫という局面になっています。例えば5八銀ならず通っていきましても7七玉と寄った形が、これ依然として竜取りの先手になっていまして、また6八竜も同玉で6七金と打っていきましても、これ同銀と取れる格好になっていますので、意外と先手玉は守られているといったところです。また変えてこの6九飛成に変えて、他の手としましては5八銀ならずと指していく手がありました。これで一時的には実は勝率ですと伊藤匠七段の方が 45% 程度というところだったんですが、ただこれはちょっと実戦ではさせないでしょうと、そのような見解でありました。以下同玉に対してはそこで4六歩と突いていきます。実はこの一手というのが詰めろになっていまして、例えばこれで3五桂などと跳ねていきますと、これは13手詰め、4七歩成から同銀はこれ5七金までの頭金になりますし、また変えて同玉と取っていくのも4九飛成から、まあ、ちょっと長手数になるんですけれども3六玉に対して3七金、まあ、ここでちょっと金をいきなり捨てていくというのも見えづらい筋なんですが、同玉に対してそこで4八角成と指していきます。3六玉は3八竜と引くことができますし、
また変えて、これ4六玉とこちらに上がっていくのも4五歩という手が効きます。同銀は4七馬までですし、また変えてここで玉を寄っていきますと3八竜でいずれにしても同じ筋で詰みということになります。実戦はこの5八銀ならずという勝負手があったんですが、ただ伊藤匠七段は非常に時間に追われていたという側面もありましたし、またこの5八銀ならずという手自体もまあ見えづらかったというところがあります。以下実戦はここで伊藤七段が4六銀と上がって、まあ、銀取りだったのを逃げながらにして、まあ、詰めろのようなものをかけていくんですが、ただ以下実戦はここで同金同歩の形で、これでまあ自玉が5七金前の詰めろになっているんですけれども、実は後手玉に対して詰めろが生じていたということで、それが3一銀という手になります。本譜はこの手を持ちまして伊藤匠七段の投了、そして107手を持ちまして藤井聡太竜王の勝利となりました。以下なんですが、まあ、この3一銀でパッと見ですと詰めろと分かる方はまあかなり強いかなと思います。これでどういった詰み筋が生じているのかと言いますと、21手詰めでありまして、同金は同竜から同玉、そこで3二歩と歩を打っていきます。これがまさにこの3筋歩が切れているからこそ生じている詰み筋ということになるんですが、同玉はそこで4四桂と打っていきまして、そこで2二玉には3一角の、まあ、この筋非常に有名でありますけれども、1二玉に1三歩、同桂に2二金までの詰みということになります。また変えて4四桂に対して、では4三玉と上に逃げるのはどうなのかというところなんですが、これも3二角とこちらに打っていきまして、最後にこの2七に行った桂馬がちょうど働いています。3五金までの詰みということで、すなわち実はこの3一銀に対しては後手からすると同金とは取ることができないということになるんですが、ですが例えば1三玉と上がっていきますと、これは1五香と走っていきます。以下1四歩と打って合駒していくんですが、そこで2二角と打っていきますと、持ち駒が金と桂馬と歩4枚でちょっと詰みに適していなさそうでも、同金にそこで同銀ならず、同玉に対して3二金と捨てる筋で詰みとなっています。以下例えば同玉と取っていきますと、5二竜から一間竜の筋で、まあ、何か合駒をしていきたいんですが、4二金と打っても4四桂から2二玉、4二竜に対して1三玉で、最後にこの形になった時に先手からすると依然としてこの2七の桂が非常に強力な詰み筋の駒として働いています。以下は1四香に同玉、1五金、そして最後に、まあ、持ち駒が歩だけであれば打ち歩詰めまでの反則となってしまうんですけれども、最後に金を1枚持っているということで、まあ、1四金までのぴったりの詰み筋というのがありました。まさに最後は作ったような盤面ということで、3一銀までの詰みということになったんですが、この6六角という伊藤匠七段の勝負手、これも非常に驚きでありましたけれども、対する藤井聡太竜王が8四角に対する6七玉と引く手で、これで大丈夫と自玉を読み切っての最後はすっぱり、もう詰ましてしまうというのは、これは本当にもう終盤力がいかに恐ろしいかということが垣間見れる、そんな一局だったかなと思います。本局は終始藤井聡太竜王の方が序盤戦からリードをしていまして、まあ、そのリードをどんどん広げて、最終盤におきまして一瞬ちょっと伊藤匠七段もチャンスがあるような場面となったんですが、ただこの最後の5八銀ならずというのは、まあ、幻となってしまいまして、まあ、いかにもちょっと人間では指しづらいという展開を見越しての藤井聡太竜王の藤井マジック、これが炸裂して大勝利ということになりました。続いて竜王戦の進行状況を見ていきたいと思います。現在竜王戦は1局目また2局目をともに藤井聡太竜王が制しておりまして、次なる第3局は10月の25日26日に水曜日木曜日、旧安川邸の福岡県北九州市で行われる予定となっております。まあ、こちらは立ち会い人が森内俊之九段、そして新聞解説が増田康弘七段ということで、まあ、非常に強豪棋士でありますけれども、またこういった方々というのが来られるのも竜王戦の醍醐味と言えるかもしれません。続く第4局は11月の10日11日に金曜日土曜日銀鱗荘で行われまして、こちらも北海道小樽市、立ち会い人が渡辺明九段、新聞解説は広瀬章人八段が行います。そして今期の藤井聡太竜王のプロフィールなども見ていきたいと思うんですけれども、今回の対局で藤井竜王は勝たれたということで、通算成績、まあ、今期ですけれども25勝5敗となっております。特に今期の先手番の成績が実は14勝1敗になっておりまして、まあ、脅威のもうこれは成績というところであります。まあ、この成績に大きく起因しているのが、やはり先手番角換わりの戦法でありまして、先手番角換わりの通算成績というのが56勝
8敗ということで9割近いところになっておりますので、まあ、藤井八冠に、今局と同じような先手番角換わりをさせるというのはもしかしたら得策とは言えないのかもしれません。また続きまして伊藤匠七段のプロフィールも見ていきましょう。今期の成績は27勝7敗となっておりまして、まあ、依然として好成績ではあるんですが、実は直近の対局というのは5勝5敗と差し分けになっています。最近はちょっと調子を落としているのかもしれません。こういったところを加味してまとめをしていきますと、次は伊藤匠七段が先手番になりますので、まあ、リードしていきたいというところなんですけれども、伊藤匠七段の棋風としましては、まあ、得意戦法を持っているかというよりかは、まあ、バランスよく強いタイプでありますので、同じく総合力が高く似た戦い方である藤井八冠には一発入れるというような構図になりにくく、相性が悪いとか、まあ、そういったところもあるのかもしれません。ただ伊藤七段はこの竜王のタイトル戦におきまして第5組から勝ち上がっている若手実力者で、永瀬九段なども決勝戦で下していますので、まあ、むしろ藤井八冠に仮に1勝でもできれば大きなチャンスと言えるかもしれません。むしろ藤井八冠に1勝でもできればその総合力勝負におきまして伊藤七段の方がまあ上というところでもありますので、大きなチャンスと言えるかもしれません。本当に最近は藤井八冠ほぼ神と言っても過言ではない状況のあるわけなんですけれども、それを崩す可能性のある有望株でありますので、今後の展開に期待であります。このチャンネルでは藤井聡太七冠や羽生善治九段の名局を分かりやすく解説しております。ぜひとも興味があればチャンネル登録と高評価、そちらもご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。